月光仮面。月光仮面は、KR テレビ、現、TBS テレビと、信ぶ社が制作し、武田は第一作として1958年、昭和33年2月24日から1959年、昭和34年7月5日まで放送された、テビ冒険活劇番組、またその覆面主人公ヒーローの名、川内康則原作。 日本初のフィルム制作による国産連続テレビ映画であり、日本のヒーロー番組の元祖でもある。時代劇と探偵活劇の要素を組み合わせた作風は、その後のヒーロー番組に多大な影響を与えている。漫画化された後に実写映画化されている。その後、1972年にアニメテレビドラマ化、1981年に実写映画化。 1999年にはキャラクターを転用したテレビギャグアニメ化もされた。月光仮面前年の1957年、昭和32年の11月から、KR テレビ、KRT は、信弘社を番組代理店に、10分間の帯番組形式の国産初のテレビ番組として、コメディ時代劇、ポンポコ物語、東京テレビ映画制作、宮崎ひ原作、 川内康則脚本を放送していた。しかし、この番組は人気を得られず、視聴率が伸び悩み、時代劇ということで、予算もかさみ、翌年2月での打ち切りが決まってしまい、武田薬品工業がスポンサーを交板しそうになった。このため、武田薬品と縁の深い広告代理店、信ぶ広社としては、番組枠を抑え続けるため、その後釜としてのテレビ番組制作を急遽。 企画しなければならなくなった。しかし、KRT 側から提示された予算は10万円で、信弘社社長の小林敏夫は相場を知らずに引き受けたが、この当時のテレビ業界では30分枠のテレビ番組で80万から100万円の制作費が必要と割れており、小林は旧地である東映の牧野光夫専務に相談したが、とても無理として相手にしてもらえなかった。そこで、 小林は自社制作によってこの予算不足を補い、広告代理店としての面目を保つべく、この月光仮面の制作のために、テレビラジオ広告制作会社であった、ノブヒロシャプロダクションにテレビ番組制作部門を設立した。内容については、安く作れるものをお願いしますとして、原作を再び川内安則に依頼した。 小林はスーパーマンみたいなヒーローにしようと言ったという。川内もまた備蓄の少ない当時の日本が貴重なドルを費やしてアメリカのテレビドラマを輸入することは国益に反すると憂慮しており、これに応えて同年の暮れには映画制作者の西村朱一を小林に来、合わせ新しい番組企画に取り組むこととした。翌年の年頭から企画に参加した西村は、 クラマ狗のような番組はどうかと川内に提案。予算不足から時代劇は無理と判断し、これを現代劇とする方向が決まった。そこで川内はこの西村の案をもとに、人々の危機に殺爽と現れる踊る仮面との番組ゲーム案を執筆した。この題名を物足りなく感じた西村は人々の苦難を救済するイコール菩薩をイメージしたネーミングとして、 日光菩薩の名を借りた日光仮面を公安、さらに進めて月光菩薩の名を借りた月光仮面へと発展しこれが決定案となった初期には月光王者などの案もあったが頃や言葉の意味などから月光仮面となった放送日は2月24日からと決定していたものの年頭の段階では何も決定しておらず西村は慌ただしく スタッフやキャストの人選を行わなくてはならなかった。そこで、西村は以前在籍した手芸プロダクションで伊藤大輔に指示し、助監督や編集を務めてきた船戸貞佐田を26歳の若さで監督に抜擢。続いて、東映東京撮影所の大部屋俳優だった大瀬光一をオーディションによって抜擢した。大瀬の抜擢の最大の理由は、小林社長によると、 声の張りの良さだったという。また、子供に好かれそうな顔であったから灯している。大部屋俳優を主演に添えたのは出演料を安く、抑えるためでもあった。撮影スタッフも予算不足を考慮し、西村の映画会社時代の人脈から、テレビ映画制作の意欲に燃える無名の若者たちが集められた。その他のスタッフも、社内で持ち回りとなり、フィルム編集は西村が行った。 月光仮面や悪人の仮面、覆面姿は美術スタッフの小林進によるもので、いつでも代役を起用できるようにとの苦肉のでもあった。実際にドクロ仮面を信弘社の社員が演じたこともある。こうしてスタッフ陣が整い撮影に入ったのは放送3週間前を切った1月31日のことだった。プロデューサーも監督も主演も 全て初の経験者という人名であり、また、信弘社プロ自体が初の番組制作だった。極端な予算と人員不足、手作りの番組制作は今日では考えられないような様々な逸話を残している。制作費については、KRT から2万円、武田薬品から3万円の援助を受け15万円と、し、その後30分枠になった際に70万円に、 引き上げられた。月光仮面の吹き替えを演じた、野木小四郎は、たまたまロケを見物していて、下手だなぁと呟いたところを船床監督に聞かれたのが、きっかけで、演技に関しては、全くの素人ながら、翌日から月光仮面の衣装を着け、スタントを行うようになった。野木は後に、プロデューサーに転身した。撮影スタジオも低予算で、確保できないため、 小林の自宅をスタジオ代わりにし、応接官が宿探偵事務所、車庫がドクロ仮面のアジトなどに使われ、撮影中は小林夫人らは邪魔にならないよう旅館に泊まっていた。後に、信広社の三代目社長となる小林の長男、小林隆吉は、急遽撮影することになったシーンに、新聞配達委員役で出演している。それ以外は、白金の小林的近辺で、 オールロケで撮影された。東京タワーが映り込んでいることも多く、第一部では建設途中であったが、第四部では完成している。大瀬の証言によれば、警視庁の屋上で撮影を行ったこともあるという。予算の都合で、機材もろくに揃わなかったため、当初はフィルモという全枚式の小型 16mm カメラが使われた。 フィルムはフィルム一巻で28秒しか撮影できないものだったが、これがかえってテンポの速いカット割りを生み、ドラマ展開にスピーディな印象を与える効果を上げた。30分番組になってからも制作費は約6 0万円と低予算は変わらず、移動撮影用のレールが用意できなかった。カメラはズーム可能な 16mm が導入されたため、移動撮影に変えて、 ズーム撮影を多用している。一方で、当時は 35mm フィルムが主流であったため、スタッフはコマの小さい 16mm を扱い慣れておらず、ピストルの発射音が合わないなどのこともあった。自動式拳銃のプロップガンは、電気式で一発ずつしか撃てなかったため、連射するシーンでは隠し持っていた別の銃に持ち替えて撮影していた。マシンガンのプロップガンは、 炎と煙が出るだけのもので、60年代蘇る昭和特撮ヒーローでは、ガスバーナーを改造したものではないかと推測している。バイクはホンダから提供された。撮影用の他 50cc の株も借用し、現場の移動用に用いられた。野外場面でのバックグラウンドには、頻繁に鳥の鳴き声が使われており、それもほぼすべてが同じものである。主に、 三甲鳥の鳴き声で、その間から、ホトトギスやウグイスがさえずり聞こえるというものである。この効果音は、これらの鳥類の生息環境でない場所でも平気で、使われている。また夜のシーンになるたびに、夜間を強調するため毎回同じ犬の遠吠えが、使われている。効果音は東方から、無断釈用されたものもあるという。武田薬品工業の医者提供による、 武田アワー第2回作品であり、作品中に、武田薬品の栄養たっぷりの、プラッシーですね、などといったセリフや武田薬品の広告が、たびたび登場する。川内作詞、小川博司教作曲の主題歌、月光仮面は誰でしょう。歌は、近藤よしこ、キング小畑会と共に、子供たちの圧倒的な支持を受け、平均視聴率は40%。 最高視聴率は67.8%東京地区を記録し放送期間は当初の3ヶ月から大幅に延長された放送時間には銭湯から子供の姿が消えたという月光仮面は誰でしょうのレコードは当時の子供向け楽曲としては異例の10万枚以上を売り上げる大ヒットとなった信広社社長の小林敏夫は 当初は制作を間に合わせるのに手一杯で反響を気にしていなかったが、次第に手応えを実感するようになったという。小林は東芝に子供たちが集まりそうな場所へ街頭テレビの設置を依頼し、これも人気を博した。その後、視聴者の子供たちから10分ではすぐに終わってしまうとの要望が殺到したことを受け、TBS は番組枠を30分に拡大した。 高徳のお面などの関連商品もヒットした。それらはすべて無許諾商品で、当時はマーチャンダイジングという発想もなかったため、信広社社長の小林斗夫は、ああいうのは番組の宣伝につながるわけですから、どうぞ、どんどんやってください。と答えて、お金なんかもらわなかったですよと述べている。しかし、指揮者と言われる層からは、評判が悪く、続悪視され、 月光仮面の真似をして、子供が高所から飛び降りて怪我、または死亡する事故が続発し、新聞や週刊誌から有害番組だと批判を受け、1959年3月には週刊新潮を買わないが提訴する騒ぎも起きた。この結果、1959年7月5日をもって打ち切りになった。最終回の視聴率は42.2%、東京地区だった。 月光仮面は悪人によって危機に陥った人々の前に殺そうと現れる正義の味方である。白いターバンと覆面の上に黒いサングラスと白マフラー、白の全身タイツに黒いベルトをつけ、裏地に色のついた白マントをまとい、手袋とブーツをつけている。宿探偵と同じ子は色をしている。正体ともども衣装をまとった紛争者なのか、 超科学や神秘現象による変身者なのかも謎である。能力的にも生身の人間なのか超人なのか微妙なところがある。月光仮面の実際の衣装の色は白ではなく薄黄色だった。マントは氷河、黄色、裏地は黒だった。カラーで掲載される際や実写の着ぐるみやフィギュアではその色で塗色されている。悪事のあるところへオートバイに乗って駆けつけ、 月光仮面の歌と共に殺爽と現れ、悪を蹴散らした正しい人々を救い出す。月光仮面は、自らの正義の心と身一つによって、悪を懲らしめる。4から5メートルは飛び上がれる常人離れしたジャンプ力、片足跳びであるを持っており、瞬間的に他の場所に現れることができる。憎むな、殺すな、死者、許しましょうという理念を持ち、 悪人といえども懲らしめるだけで過剰に傷つけることはなく、人命は決して奪わない。武器として二丁の自動拳銃を持っているが、もっぱらい核と牽制に使い、発砲しても悪人の武器を撃ち落とすためにしか使わない。ターバンの前面には三日月のシンボルを飾っているが、これは月の満ち欠けを人の心になぞらえ、今は欠けて不完全にいてもやがて満ちる。 完全体ことを願うという理想。月光は善人のみでなく悪人をも甘ねく照らすとの意味が込められている。裏向きの27日の月が描かれている図版があるが誤りである。この極めて東洋的な正義感は原作者の川内の実家が日蓮宗の寺だったことが影響しているとも言われている。月光仮面の発想は 薬師如来の脇に自する月光菩薩から得られたもので、正義の味方という言葉自体も、正義そのものの神仏への脇役的位置づけを示すものであり、決して正義そのものではないとの意味を込めることに変わないが、こだわったものだった。川内本人は、正義のスケットとの表現を好んだという。一方で川内は、晩年、鈴木国夫に対し、三日月の意味を、イスラムだと語った。 鈴木は何を言ってるのだろうと思った。でも考えてみると、1960年代、月光仮面の次は七色仮面で、その次はアラーの使者だった。だから本当なのだ。昔からイスラムに対する憧れがあったのだろうと回想、推理している。月光仮面のモデルになったのは極真空手総帥、大山マスタツであったとされている。これは、 原作者の川内が大戦に、月光仮面は、大山さんをモデルとして作ったと直接話したとされ、大戦がテレビ番組に出演した際に認めたことから明らかになった。月光仮面が乗るオートバイは、ホンダのドリーム C70、2気筒 250cc を白く塗って使った。なお、ヘルメット着用義務、罰則なしが開始されたのは1965年から、 現在の形での義務化は1986年であり、この当時は、ノーヘルやターバンでも特に問題視されなかった。参照、日本の科学者たちが生み出した脅威の新型爆弾、蒸発爆弾を狙って、ドクロの仮面をつけた、怪人物、ドクロ仮面を主猟とした国際スパイ団が日本に上陸した。名探偵宿十郎は、警視庁の松田刑事部長の依頼を受けて、 ドクロ仮面に立ち向かう。危機に陥った彼らの前に、突如殺走と現れる白マスクの人物は、正義の味方、月光仮面と名乗り、二丁拳銃で悪に立ち向かっていく。本放送時には、副題はなく、ドクロ仮面編は、後年の後付けとされる。第1話のマスターネガは、ノ社のフィルム倉庫整理の際に、保存状態の劣悪な、張り付いた状態で発見され、 修復は困難と判断した社員の田村昭造が破棄してしまった。また、第一部は数本の原版フィルム、第9から12、41、44話を紛失してしまっている。再放送時、オープニングのフィルムはすべて幽霊等の逆襲のものに差し替えられた。映像ソフトでは各部それぞれ第一話のフィルムに差し替えられている。 CS 局のファミリー劇場では2010年10月から HD リマスター化して再放送された。この際、現在上映不可能とされる幻の第一話のフィルム断片や台本、それに関する情報が集められた。オリジナルの物品、フィルム、台本などは発掘できなかったものの、この過程で得られた数々の情報をもとに復刻版第一話が制作され放映された。 これに関する詳細は特別企画の節に記載した復刻版第一話を参照。撮影中に月光仮面役の大瀬光一が足を骨折し、途中から宿十郎はインドへ行ったという設定になり、月光仮面役は赤尾石像像が務めた。滅亡したバラダイ王国の教区の財宝のありかを示す天音、地、人の三つの黄金の鍵をめぐって、 王国に敵対したサタン一族の末裔、サタンの爪が日本在住のアフナリカシャバナン殿下を殺し、地の鍵を奪った。そして、宿のもとに戦時中、東南アジアのジャングルで謎の老人から人の鍵を託されたという朝香、縁、高藤正康という男が現れた。残る天の鍵は大阪に住むシャバナン殿下の愛人だった女性とその娘藤子のもとにあった。 東京と大阪を往復する、宿、ゴロハチとサタンの爪一味の巨巨実実の駆け引きが展開される中、やがて舞台は、遠い東南アジアに移っていく。月光仮面の仇役として、バラダ王国の財宝を狙う、サタンの爪、スラバイコールサタンが登場する。この、サタンの爪は1980年代中頃に、ビデオデッキのテレビコマーシャルに、月光仮面と共に、 ただし造形で出演している。サタンの部下、ハンチングの湯、園宮田洋洋の会心が、後半のクライマックスになっており、ヨシは、今はの際で、月光仮面の素顔を見せてもらうことを望み、その正体を知ったただ一人の人物となった。遠い東南アジアのバラダイの地では、月光仮面はオートバイではなく、白馬に乗って現れた。 再放送用のフィルムでは、はじめの方の回のタイトルが、パラダイ王国の秘密とご記されている。アラスカ丸が南極で捕獲した、身長15メートルの巨大な編成ゴリラは、マンモスコングと名付けられ、東京港に運び込まれた。折しも風速30メートルの大型台風が、東京を襲い、コング射殺処理の報道に心を痛める主下と好みを、よそに、 マンモスコングは船ごと海に沈んで死んでしまう。だが、翌朝、コングの主体は何者かに盗み去られていた。台風下で脱獄した凶悪犯を集めた国際暗殺団はコングを不死身の怪獣として蘇らせ、東京を襲わせる。これに対抗して山脇博士たちは、等身大の電子ロボット、人工、コングを用意するが、 マンモスコングは日本の牙と額に大角を持つ怪獣でぬいぐるみ衣装は時代劇俳優の高木新平が自作し自演した。高木新平は人工コングのぬいぐるみも制作している。このマンモスコング編ではミニチュアを使った特殊撮影が行われた。その発端は月光仮面のお面が無許可販売されていると知ったスタッフが玩具店に確認に行った際、 成功なミニチュア自動車が売られているのを見つけ、これを使って特殊撮影ができるのではないかと思ったことだった。玩具に合わせて20分の1スケールのセットが手作りされ、そこでミニチュア自動車などを配置して撮影された。特撮専門のスタッフはおらず手探りの状態で行われ、コンビナートの炎上シーンでは火を焚きすぎて、セットが火事になる寸前であったという。 登場する自衛隊は本物で、11月1日の自衛隊、創立記念日に便乗して撮影された。警視庁の施設や警察官も警視庁の許可を得て、本物が登場している。死んだはずの人物が黒眼鏡に白マスクの寝室鬼没の幽霊となって、全国に現れ、金品を強奪する。鈴木地質学研究所が襲われ、鈴木所長が幽霊に殺された。 やがて幽霊たちは東京・月島近辺に出没し国民をパニックに陥れるのだった。事件を大仕組に月光仮面は謎のフィルムを託した。宿は事件の陰に年宝者、竹林憲法の超能力があるのではないかと睨む。そして竹林は月島を表伝とする谷川大義氏と売り二つだった。宿が調査のために厄介になっている大阪の 知人宅に、登場という日本茶の商店主、縁、宮田洋洋が助けを求めて転がり込んできた。登場は命を狙われ、脅迫されていた。宿の前に姿を現す白神博士、縁、高藤正康という老人と、ナイフ投げの名人の部下。彼らは復讐のために、登場を狙うという、月光仮面の説得によって改心した博士が、 テレビ局で事件の真相を明かそうとしたとき、突如、ドクロ仮面が映像に割り込み、その復活を告げた。同時に、東城が殺され、事件はますます謎を深めていく。大阪で、ロケが行われ、当時の大阪駅、梅田周辺、大阪城、南の繁華街などの映像がふんだんに盛り込まれ、ゴロハチによって、観光案内のようなセリフまで挿入される。 国鉄大阪駅プラットフォームや貨物線走車場での立ち回りなど本格的なアクション撮影が数々行われている。伝説の昭和特撮ヒーローでは武田薬品工業の本社が大阪にあったためロケが行れたものと推測している。常日にある1959年3月の週刊新潮を相手取った川内の名誉既存提訴の影響を受けて 内容がそれ以前よりもおとなしいものになっている。VHS は、バラダイ王国の秘宝編が、前後巻、マンモスコング編が、前3巻、初回と最終回を収録した企画ものが、前1巻で、それぞれ発売された。LD は、第2部から第5部まで発売された後、2000年1月25日に、発売、トランスワールドアソシエーツ、発売協力、ニューライン、 販売、s モックにより、第一部が発売された。DVD は、各部ごとの DVD ボックスが2001年5月25日から12月21日に、かけて発売、ビクターエンタテインメント、販売、ビームエンタテインメントにより、前後巻で発売された。上記の単巻 DVD は、ドクロ仮面編が、前後巻、バラダイ王国の秘宝編が、前七巻、 それ以降は各編が全4巻でそれぞれ3ヶ月おきに2006年11月25日から2007年11月25日にかけて同時発売され放送50周年を記念し低価格の DVD ボックスが全6巻バラダ洋国の秘宝ペンのみ全校編構成で発売された2010年には CS のホームドラマチャンネルで放送された 月光仮面生誕50周年記念番組月光仮面フォーエバーが DVD で発売された。2012年9月から HD テレシネ版第3部マンモスコング編が全3巻で第4部幽霊等の逆周編が全3巻で発売された。テレビ版の人気ぶりに東映がいち早く映画化を決定しテレビ放映と並行して制作された映画版が それぞれ2週に分けて風切り公開された。また、1981年には、プルミエインターナショナルイコール、ヘラルドエンタープライズによって、オリジナル映画化された。第1部から第6部まで、すべて東映東京製作。モノクロ、シネスコ作品。登場人物に、設定の変更はないが、演じる俳優は、テレビ版と違っている。オートバイは、大型の陸王。 2009年4月21日には5作品が DVD 化された。月光仮面は宿役の大村文武が衣装をつけ自身で演じている。衣装はテレビ版と違い白と黒の二色構成だった。タイツには大村の提案により股間を強調する特注のカップが入れられている。また敵型のキャラクターもテレビ版と多少異なっている。 マンモスコング編の映画化である怪獣コング編では巨大怪獣マンモスコングが等身大の怪人に変更されたり幽霊島の逆襲編では重要人物だった竹林健法の双子の傍である谷川大義士が出てこないなどテレビ版に比べて描写がおとなしくなっているこれは上記の1959年3月に変わらないが 週刊新潮を相手に名誉毀損で提訴した騒ぎが影響している。本作のヒーローであり、その正体は米国帰りの自然科学者、ジョージ・オハラである。歴代同様に劇中では正体は明かされないが、当時の告知記事や前日の各種宣伝イベントでは、ジョージ・オハラが月光仮面であると紹介されており、クワハラ大輔が月光仮面のコスチュームをまとい、 仮面を外した姿で登場している。劇中でもスタント以外は桑原が月光を演じている。弱者のために活躍するスタンスは歴代と変わらないが、本作では事件解決の際に取り戻された大金の10%を手量として徴収している。これには警察や被害者らも特に抗わず、苦言は停すものの素直に渡している。二丁拳銃を構えた特スチールは存在するが、 劇中で使用、発砲するシーンはない。シーンによってホルスターすら装着していないこともある。隠し告知物によれば、初代 TV 版2代目に次ぐ3代目として紹介されており、住所不定、職業不詳、身長約 180cm、体重約 70kg、脅威 96cm、同位 76cm、用意約 90cm、 視力左右とも2.0である。レーシングカーデザイナーのユラタクやムーンクラフト社により制作されたもので、ホンダ CB750 回にターボチャージャーとオリジナルデザインカウルを装着した特別仕様であり、こういった作品では珍しく、新車を使用している。なお、この名前は本来は後日のアニメ版で初出した名前ではあるが、劇中での故障は、 本劇場版が初登場となる。また、フルカウルバイクとしてのデザインは、本作が初の立体化となる。1972年、昭和47年1月10日から10月2日までの月曜19時から19時30分にかけて、日本テレビ系列にて、全39話で放送された。制作はナック。また広告代理店は1万年者で、1万年者は、 アニメ版の終了後、愛の戦士レインボーマン、ダイヤモンド愛といった川内原作の特撮作品の広告代理店も務めている。本作のアニメ化の背景には、昭和30年代の漫画のアニメ化によるリバイバルブームがあり、同時期に赤道鈴之助がアニメ化されていた。また、本作の後輩ヒーローとも言える仮面ライダーの一大ヒット下でもあり、 作品中に変身怪人が多数登場する。主題歌の歌詞は実写版の月光仮面は誰でしょうと同じだが曲はメロディー、サウンドともポップス調のものに変えられている。主題歌を作曲した三沢ワ号は歌詞が実写版と同じであることに気づかないまま作曲したという。敵との戦闘シーンになると背景がサイケデリックな絵柄になったり、 敵や人間が死亡すると肌が青くなるなど、ナック独特の演出がふんだんに取り入れられている。1980年代までの再放送では、クレジット表記ありのエンディングが使用されていたが、2002年に発売された DVD や CS などにおける再放送では、ノンクレジットのエンディングが使用されている。なお、初登場当時と、最新劇場版、三代目当時とでは交通関係の、 初方記、道路交通法並びに付随各種法令に変更が生じた関係上、校舎では前日の通り、本作の設定を立体化ないし採用したものが、いくつか存在している、ヘルメットデザインやムーンライト号の存在等。アニメ版の月光仮面は、ターバンがヘルメットに変更された。また、額の三日月は、第点二部では実写版とは逆向きに描かれている。また、 武器も、無知と、ベルトに装備された、ブルースターと呼ばれる、星型手裏剣や、向イい月と呼ばれる、三日月ブーメランを主に使い、拳銃はほとんど使わない。月光仮面の乗るオートバイは、実写版では単なる白塗りだったが、このアニメ版では、フルカウルのオンロードレーサー風、排気管3体のモデルに変更され、劇中では故障されていないが、ムーンライト号という名称が付いている。 東部デザインはオートバイに乗るのに適したものにするための変更であった。監督の岡迫信弘は原作者の川内康則はこのデザインを気に入っていたという。第1部の敵はサタンの爪だが実写版のパラダイ王国関連の話は第6話で終了しており、以降はアニメオリジナル設定である。なお、第8話は実写版、第5部をベースにしている。 第2部に毎回登場する怪人、サイバー人間の設定は、劇場版の怪獣、コングがベースである。第3部は実写版、第1部をベースにしている。空前の変身ブームを受け、後楽園遊園地でキャラクターショーのアトラクション番組化が行われ、人気を博した。スタントを担当したのは、大野県友会で月光仮面を演じたのは、ニーボリ和ズだった。 1999年、平成11年10月17日から2000年3月26日に、かけ、テレビ、東京系列の6曲ネットにて、全25話で放送された。月光仮面の設定を引き継いでいるものの、その世界観は、脚本の浦沢義雄が得意とする、ギャグテイストあふれるスラップスティックもの。かつての月光仮面の声を演じた、北村孝一は、実写版では、 安井景観を演じている。ごく普通の小学生の山本直人は、ひょんなことから、月光仮面のパートナーだったスクーター型の宇宙人、スクコに見出され、二代目月光仮面となる。こうして直人は、授業の合間に抜け出して、近所の悪人を懲らしめたり、かつての月光仮面のライバル、サタンの爪の孫たちや、地球征服を企む宇宙人を相手に、ドタバタを繰り広げる。 アミューズメントスクエアがディスコ月光仮面として旧作の主題歌をカバーした。1999年公開のスタジオジブリ制作、高畑勲監督のアニメ映画、候補結挙隣の山田くん。劇中で少年時代の憧れのヒーローとして月光仮面が登場。月光仮面の主題歌が流れ、川内が協力としてクレジットされている。1980年代には、 ニコンのフィルム式カメラの CM にも登場していた。上記のほか、映画、方法家居隣の山田君作中にて、課長である山田隆が、子供の頃に憧れていた、月光仮面に思いを馳せ、家族に乱暴牢石を働く、暴走族を成敗する、月光仮面にふんつ妄想を抱くエピソードが、登場している。汚職や二獄事件が明るみになると、新聞や、 雑誌の論評や投稿欄には現在でも月光仮面を名乗る覆面作家や匿名読者から疑惑の政治家を求断する記事や投稿が目立つようになったり、時には月光仮面の紛争で辻立ちしたりするものまで現れることがある。例、辻山清志。学生運動流政治には神戸の関西学院大学全教頭などが月光仮面社会主義共和国を標榜し、 KG と同学の月の学章をあしらったパロディを物した。その周辺にいた学生黒井工人は1973年8月にちくま書房から発刊された雑誌週末から第2号に月光仮面社会主義共和国建国記録を掲載した。番組誕生50年にあたる2008年に信弘社によって実施され平凡写真書から番組制作時の日和や メディア情勢を分析した月光仮面を作った男たち、樋口直文著が出版された。月光仮面と宿十郎探偵に噴した大瀬光一と1995年に没したプロデューサーの西村俊一への生前のインタビュー等が収録され、原作者の川内康則、企画者の小林敏夫、監督の船戸小佐らが番組を想像していった過程を衝述している。 誕生50年を記念し2008年7月3日、4日に CS で放送された番組で関係者のインタビューやテレビシリーズの映像を振り返るという形で構成されている。本編の DVD は2010年4月23日発売。2011年1月1日、ファミリー劇場にて放送。各部解説第一部独ロ仮面編に記載した通り、 破棄されてしまい現存しない、テレビドラマ第1話、月光仮面玄丸を、できるだけオリジナルに近づけて、復刻したものを、セリフは関係者の証言や資料を元にし、映像は、第2話以降の素材などを組み合わせた。オリジナルの第1話は30分枠で放送されたが、いくつかの証言から半分は出演者によるトークだった、可能性もあり、約12分強で制作された。 なおアフレコに際しては、祝十郎を演じた大瀬光一が約半世紀ぶりに担当した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。